まあ私あの、まあ、22年間生きてきてますけど、あれ、あたり前田のクラッカーみたいな、ガビーン、チャリティーコンサート、音楽を通じてやろうということを決心いたしました。うん、お、素晴らしい。せーの。しゃべれー。電波少女。ロンドン発、ナオミの部屋。プラス。プラスプラスプラス。体調の方はいかがでしょうか、ナオミさん。体調の方はですね、あの毎年恒例の寒稽古に行ってまいりまして、寒稽古、寒稽古、あのアルプスの、ね、山奥にこもってね、はい、心身ともに鍛え直すというのをこれは15年間続けてますのでね、はい、最近ね私あのヨガ、呼吸法でやるヨガをやっていて、体重が7キロ減って、うん、ウエストも8キロぐらい、8キロじゃないウエスト8センチぐらい縮んだんですけど、痩せるだけじゃなくてこう呼吸法を取り入れてるんで副交感神経がこう優位になってめちゃくちゃハッピー、代謝が良くなるからめちゃくちゃ寒がりだったのに、その寒稽古が今年はね寒くなかってなかったんですよね、でまあ私あの、まあ、22年間生きてきてますけど、あれ今までの私の人生の中で、もう今が一番こう元気、いいじゃないですか、ということは相当食べてますね、きっと相当食べてるんですけど全然太らないです。あ、いいですね。なんでそもそもヨガやろうと思ったんですか。あの私たちもねよくご存知 の, あの未来交流会の若尾先生のところで、はい、先生を見つけたんですよね。ほう、うん、で試しにやってみて、はい、すごい良かったんですよ。本当にオンラインでできるんですね、うん、もう毎週に2回今オンラインで参加してます。ぜひねあのこの番組を 見てる方にもね、もしそういう機会があったらぜひ、はい、小川さんのところですね未来交流会の中の会員の方ですね。そうですそうです。なるほど。ルーシーダットンっていうねヨガなんですけどね、体式の。さあそんな体調良くなった直美さんですけども、はい、どうですかあの最近のお父さんお母さん情報。お父さんお母さん情報はね、まああの寒い寒いと言いながら元気にやって、むしろ私より元気なんじゃないかなっていうぐらいあの元気ピンピンで、はい、であのいつもね旅行に行くとその画面をね、はい、今こんなとこいるよとか言ってビデオ、うん、あの電話でで、はい、ビデオ電話で見せたりしてたんですけど、うん、お父さん透析が今始まってても、うん、でまあ、いつもビデオをねビデオ電話で見せるけど、お父さんも行かれないかかわいそうだから見せなかったよって言ったら、うん、そうだ俺はすごいかわいそうなんだよとか言って聞いてくれよみたいな感じでねそんなこと言ってる間は元気かなという、そういうお父さんです。はい、お父さん見てるで、今回直美さんの方から、はい、何か、告知があるということで伺っておりますが、はい、先月ね、まあ、小山さんとお会いした後なんとなく一緒に悪だくみをしようかなっていうお話をしてたんですけれども、ね、その後ね今年本当に新年早々世界中のに住む日本人が本当に大ショックな事件が起こりましたよね。やっぱり、はい、あの能登半島の地震、それから JAL の飛行機事故と続けたまに新年早々起こって、はい、私たち外国に住む日本人は本当にやっぱりこう祖国でそういうことがあるとものすごくショック、うん、でやっぱりその今すぐね帰れない、今すぐ何かができないっていう状況の中で、はい、いろいろ何ができるんだろうっていうのをね、うん、ずっと考えて、で本当にこの1ヶ月間ずっと考えてたんですけども、もともと5月30日に東京で7年ぶりにねライブをしようかなっていうふうにはもともと企画してたんですが、はい、やっぱりここでね、うん、音楽を通じて私たちができること、はい、そういう支援活動が本当に少しの力ですけど、微々たる力ですけれども、何かのお役に立ちたいという思いがすごく大きくなってきて、ちゃんと心の準備というかね、私はこれをやるんだという決心、うん、それからいろんな思い、
そういう思いがつながる人たちの賛同を得ることっていう仲間集めとか、はい、いろんな準備を経て、5月30日にね、東京で、うん、被災地支援、能登半島地震の被災地支援の、チャリティーコンサートを音楽を通じてやろうということを決心いたしました。うん、素晴らしい。被災地の人たちは本当にそれどころじゃないかもしれないし、本当にこれはこちらの勝手ななんかこう、まあ、自己満足というか、ふうに取られる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私たちは逆にこれしかできないから、歌を歌うとか音楽を奏でるとかパフォーマンスをするとか、そういうことで少しでも何かのね、貢献したいという気持ちを、そういう気持ちがある人たちで集まって何か形にしたいっていうことなんでね、ご賛同いただければなというふうに思います。どんなこうテーマというかね、まあ、もちろんチャリティーということになるんですけども、中身に関して、まあ、言える範囲で結構なんですけどもはい、私はずっとイギリスで日本のねいい曲を紹介したいという活動をずっとしてきて、日本の歌謡曲とかね、日本のポップソングを、こっちのイギリス人のミュージシャンにアレンジしてもらって歌うとか、英語に変えて歌うとか、そういう活動もずっと、長いことやってるんですけども、やっぱその流れはね、私は止めたくなくて、はい、で今回もやっぱりね昭和歌謡縛りで行こうかなと、深く行こうかなと思ってまして、で、まあ、タイトルはちょっとふざけてるんですけども、はい、直美の昭和歌謡ショー、ナウナヤングが昭和歌謡で大フィーバーというねもう今や使わなくなった主語っぽいですね。そう、当たり前田のクラッカーみたいなあ、そういうことガビーン、そういうことなんですか。これは会場で言っても大丈夫なんですね。あ、むしろね、そういう言葉をしか使っちゃいけないこれもなかなかの空間ですね。それは余裕のよっちゃんですよで、まあ、私もね、いろいろロンドンからお土産とかね持っていくので、それのプレゼント抽選券とかもね、抽選会とかもして、はい、まあ、そこで集まったお金も全部ね、皆さんの、被災地の皆さんに送られるような全額寄付という形でやっていこうかなというふうに思ってます。うん、やっぱりね、みんなね、心のどこかでね、何かしたいって絶対思ってるんですよ。絶対みんな何かしたい。で、その行動に移す人いますよね。こうどっか募金するとか、まあ、行動する方もいらっしゃるし、なんかこうどこに募金していいか分かんないまま、こう時間が過ぎてる人とかいると思うんですけど、まあ、そういう人たちにここに集まれば、ね、一緒に支援できますよっていうメッセージにもなれたらいいかなって思ってます。チケットはいつぐらいからこれ発売されるんですか？あ、もうちょっとね、間もなくです。間もなく、はい、チケットが揃い次第ね、発売になりますなるほど。ということはこれは直美さんの SNS とかをチェックしておくと、なんとか分かる感じになってきますかね。そうですね、はい、はい、了解でございます。ぜひ皆さんもね、Facebook や、そういったものをちょっと見ておいていただければなと思います。食べれ電波少女を見てくれてる方にぜひ、一言お願いできればなと思うんですけども、はい、まあ、東京は5月30日ですが、今回起こりました能登半島地震被災地支援チャリティーコンサートを開催したいと思いますのでね、皆さんぜひご賛同いただければ嬉しいです。そしてもう一つのね目的というか、まあ、世界に日本の歌謡曲を広めたいというねところもありますので、その部分でもね、皆さんのサポートがあれば本当に嬉しく思ってます。そして実はね、今回その楽曲選定を皆さんのリクエストによって、決めようかなとも思ってますのでね、それもよかったら皆さんリクエストしていただければ、歌えるものは歌おうかなと。あ、それはいいですね、うん、じゃあもう会場にね来られた方も、なかなかね来れなかった方も、あ、これに決まったんだっていうセットリストは、これはね、うん、まあ、当日なるかと思いますけども、楽しみですね。
そうで、あとデュエットとかもしようかなと思って、よかったら小山さん参加してください。いや贅沢な、直美さんとデュエットできるなんてね。投票のところも含めて、あのこの後というか、あのだんだん、告知のところ告知をしていく感じですね。おいおい、はい、この番組でもね、皆さんあのこれからね、いろいろマル秘情報がどんどん発信されていきますので、うん、お見逃しなくという。なるほど、マル秘って感じも昭和な感じでいいですよね。はい、今回はですね、直美さんの、凱旋ライブ、チャリティーライブとなりますけども、その辺の話を中心に、今日は聞かせていただきました。ありがとうございます。直美さん本当ありがとうございます。また来月ですね、お話聞かせていただけたらと思います。はい、今日はこんな感じでお別れになります。本当ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。 See you。 お父さんバイバイ。